なんで三菱商事を志望したかっていうのは、なんで私がバスケを選ばなかったかっていうのとイコールなんですよね。いわゆる世代のトップでバスケやってきて、小さい頃から周りにいる人が結構同じで違う世界を見てみたいなとか、きっともっと違う、こう価値観とか違う世界があるんだろうな、自分はそれを見なくていいのかなっていうのがすごいあって、普通にフルタイムで総合職で働きながらバスケやってたので、なんかリーマンボーラーとかそういう取り上げられ方をこれまでもしてたんですよ。こういうキャリアもありだよねみたいな、選択肢として面白いよねっていうやり方をしてたんですけど、インタビューで最近のお仕事との両立はどうですかって聞かれたんですよ、はい、でその時にハッとして、うちオリンピック競技の MVP インタビューなのに仕事との両立状況を聞かれる、でそれが仮に記事になってそれを読んだ子どもたちはどう思うんだろうと思って、それは夢がないよな。世界にチャレンジするクラブを自分で作ったんですよ。オーナー兼選手としてワールドツアーフィバーがやってる世界最高峰のヒノサキ。Almost like she planned to here. Tough shot falling away from the bucket. No. Aoi. She's gonna pull up. Fade away. 世界5位になりました。自分がもし今日本のトップにいるんだったら、頂点を引き上げる努力をしないといけない。どうも。じゃあよろしくお願いします。あんまり慣れなかったです。この。なんだろう、ザ・東京みたいな約7年勤めましたけど、通勤するたびにわー丸の内だって思いながら通勤してました。あ、そうなんですか、はい、出身はでもなんだろう、東京です。一応転勤族なんですけど、はいはい、福岡、千葉、ドイツ、仙台、東京、愛知、東京です。あ、そんなに移動してるんですね、はい、へー、なるほど。今日もジョーダンって着てますけど、はい、結構あれなんですか、こう普通にバスケっぽい服は普段から着られるんですか？ジョーダンが好きです。彼が作ったそのバスケから派生して作ったカルチャーみたいなのは誰も真似できてないですよね。もうちょっとこう違う世界を見てみたいなとか、きっともっと違う、こう価値観とか違う世界があるんだろうな、自分はそれを見なくていいのかなっていうのがすごいあって、まあ、バスケ続けるんじゃなくてやっぱちょっとビジネスの道に進みたいなって思ったのが大学生の時で、そうなった時にでも言ってバスケしかしてこなかったから、自分に一体何ができるんだろうっていう模索期間を過ごす場所として総合商社が一番いいだろうなって思って三菱商事に入りました。就職してからバスケやってたんですか？3年くらいやってなかったです。あ、はい、もうだからあそこに、はい、こもって、はい、深夜残業とかしてました。でも体がどんどんなまっていくみたいな。はい、ブクブク太っちゃって、はい、3人制のバスケを4年目の時に始めたんですよ。競技復帰したんですよ。で全然コンディション最初は上がらなかったんですけど、コロナ禍でリモートワークになって結構練習に行けるようになって、練習してたらコンディションが上がってあれ私まだできるんじゃないって思ったんですよね。でちょうど21年の9月にあった、プレミアリーグっていう日本の国内のトップリーグで3人制の優勝して MVP をもらって、普通にフルタイムで総合職で働きながらバスケやってたので、なんかリーマンボーラーとかなんていうのかな、その総合商社と両立させながらみたいなところは結構
そういう取り上げられ方をこれまでもしてたんですよ。だからなんなら自分でもそういう売り出し方をしてた部分はあって、うん、こういうキャリアもありだよねみたいな、選択肢として面白いよねっていうやり方をしてたんですけど、でもそれってなんかなんだろう、誰に選択肢を与えてるんだろうと思って、そういう人が増えたとて 3X のシーンは盛り上がらないと思ったんですよ。やっぱり頂点、自分がもし今日本のトップにいるんだったら頂点を引き上げる努力をしないといけない。自分がもっとやりたい、世界に挑戦したいっていう気持ちも募ってたし、そういうシーンも後押ししたし、そもそもさっきも話しましたけど、三菱商事選んだ理由が、広い世界見てみたいっていうのと、模索期間を過ごすために選んだ場所だったので、模索した結果やっぱり私はバスケなのかもしれない、って思えた瞬間が、その21年の秋になりました。なるほど。でその時に、あ、やめようって、世界にチャレンジするクラブを自分で作ったんですよ。でオーナー兼選手としてワールドツアーウィメンズシリーズっていう名前なんですけど、フィバーがやってる世界最高峰のプロサーキットに参戦してきました。世界5位になりました。5位、もうマジでやばくて、こんな成績を収められると思ってなかったし、女子はまだその 3X のプロクラブっていうのがほとんどなくて、で、そのウィメンズシリーズっていうワールドツアーも他はほとんどナショナルチームなんですよ。ああ、そうなんだ。そう、クラブチームは3チームだけ、でその他の2チームは全然勝てなかったんですけど、だからそのツアーファイナルって最後そのツアーいっぱい戦ってきて上位、その成績の上位8チームだけが参加できるツアーファイナルってあるんですけど、ツアーファイナルに出た初めてのクラブチームです。おー、だからオリンピックに出てた選手たちに何なら勝ってワールドツアーのファイナルとか出て、すごい、勝って5位になったんです。代表チームっていうのももちろんすごいんだけど、やっぱりその自分の意思で選んでその場に立ってる強さみたいなのもやっぱりすごくあると思ってて、私たちはそういうチームだったので、ここで成績を残せたことが世界の女子の 3X 界の歴史にとってはすごく大きな出来事だったんじゃないかなって思うし、そういうふうにフィバとかもすごい言ってくれてます。じゃん。お、黒い線が人生、はい、で青がお金です。中学校2年生の最後にジュニアオールスターっていう中学の都道府県対抗の、バスケの大会があるんですけど、そこで全然無名校だったんですけど全国大会で MVP もらったんですよ。え、はい、まず無名校でまず全国大会に出たってことですね。まず選抜だったので東京都選抜に入って、あ、なるほど。だから無名校から入ったから、まず都選に入っただけでめちゃくちゃ喜んでたんですけど、親も大喜びだったんですけど、マジで驚きました。でもこれが転機です、人生の。だから全然誰にも知られてなかったけど、この大会で注目されて、そっからそのバスケ関係者からいろいろお話をもらったりとか、こっから年代別の日本代表とかに選ばれるようになりました。これもあったので、高校、桜花学園というバスケの名門に誘われて入ったんですけど、自分たちの代で全く勝てなくて、本当に多分史上最弱の代なんですけどのエースっていう結構大変なポジションで、もうバスケしたくない、引退した後、ウィンターカップで負けた後はもうなんか半分引きこもりみたいな感じになって、もうボールの音聞きたくないしバスケもしたくない。どれくらいの成績だったんですか、その史上最弱っていうのは。全国大会ベスト8。あ、それは最弱なんですね。
もう全国優勝するような学校ってことですか、うん、全国優勝が当たり前の学校でトップトップの世界を 見た初めて見た場所です。大学はそのスポーツ推薦で行かなかったんですよ、あの辞めてもいいように早稲田に入ったんですけど、結局あのすごいお世話になってた人が監督に就任して辞められる状況でもなくなって、でかつその監督にすごい私なんだろうフィットして、大学4年生の時にインカレ優勝して MVP をもらいました。会社に入って、うん、でちょっと加工気味これはやっぱり社会の厳しさを目の当たりにして、日常に喜怒哀楽がなくなって、なんかそれが結構なんていうのかな、淡々と過ぎていく感情のない毎日が私は結構辛くて、なんか笑ったり喜んだりだけじゃなくて、なんか悔しいとかなんか泣いたりとか、そういう感情も私にとってはすごい大事なものだったんだなって気づいた時間。私はやっぱりなんか彩りが欲しいし、なんか刺激が欲しいなって思いました。で3人制のバスケで競技復帰したのが3年越しに、でそこから二足のわらじみたいな感じで3、4年バスケットと商社マンの生活を続けて、2021年の9月に日本一になって MVP もらって、これがさっきお話しした会社辞めようって思ったタイミングです。22年の4月にズーズが発足して、もうこっからぐんぐん上がってますね。上がってます、私の人生って感じですお金はもうシンプルです三菱商事入って、まあ、右肩上がりで退職してマイナスですそれが続くのは大丈夫じゃないですでもやっぱり今年はそのなんだろう、本当に短い準備期間だったんですけど、とにかくやりきることが大事だと思ったし、そのためにその自分の持ち出しもあったんですけど、ここまでだったらやろうっていうのを決めてやって、それでできたので今年はもう OK です。でもこれからはこれが続くようだったら、もうそもそもやってる価値がない、社会的に価値がないっていうことだと思うので、それはちょっと考えないといけないですね。面白いのはそのただ新しいスポーツなんじゃなくて、5人制のバスケットをずっと長い歴史を持つ5人制のバスケットのトップの国際機関である国際バスケットボール連盟 FIBA が作ってる競技なので、その5人制のラーニングも多分詰め込まれてるんですよ、3人制のバスケに。さっきそのジョーダンの話もしましたけど、なんていうのかな、まあ、ストリートシーンから派生してできた競技なので、 FIBA もそういうこうストリートメンタリティとかっていう言葉使ったりするんですけど、そういうのを壊したくない気持ちもすごくあるみたいで、コートの横には DJ がいて MC がいて、ちょっとシュート外したりとかしたら煽ってきたりとかしてあとはなんかその本当にシュート一つ一つに合わせてこう音が変わったりとか、試合も街中でやるんですよ。そう、あの仮設のコートでできるので、体育館じゃないんですよ、アリーナとかじゃないんですよ。街中に急に昨日の夜までなかったものが今日の朝になったらそこにコートができてるみたいな感じでやるんですけど、だから世界中回ったのもめっちゃ面白かったです。なんかその都市の象徴的な場所でプレイできました。日本だったらどこでやるんですか？日本だったら渋谷とかでやったりします、ね、あの渋谷ストリームの広場、階段の下とかでやったりとかにコート作っちゃうんですか？そうです、そこでコロナ前ですけどね、やったりとかしてましたね。今から行くとこはどこなんですか？アートディレクターの MQ さんの事務所に行きます。なるほど、チームにアートディレクターがいるってことですか？グッドポイントそうなんですよ、私が
このチーム始めるってなって一番に誘った人です。え、選手より先に？選手より先にもうやっぱりこれ私が今やろうとしてることって別に世界一のクラブチームを作ることじゃないんですよ。あの 3X のプロキャリアをデザインしていくっていうことで、その過程をあのファンの人だったりとかパートナーさんとか世界中と共有していくためにはやっぱりクリエイティブの力が必要だなって思って、女子バスケ革命を起こしましょうって言って MQ さん誘いました。よろしくお願いします。MQ さんですか。MQ です。よろしくお願いします。小中高バスケやってて、でそこから高校引退してからあの 美大の方の受験勉強始めて、もうそれで引退した気持ちだったんですけど、大学入ってからまたなんかバスケ熱が再熱して。ウィザーズと仕事してるんですよ、NBA の。お、八村。ワシントンウィザーズと。これがあの公式のファンブックの中にあった。これも書かれてる。あ、そうです。これは見開きで4ページスポーツとデザインアートとかっていうところを日本はすごく特になんかこう別個のものというか、まあ、なんかお互い別の道を歩んでいるっていうような現状がすごい感じてて、なんかそこにこうデザインアート必要だよねっていう風に大事にしてくれてる人っていうのはすごく貴重だなって思って女子バスケっていうのもそうですけど、スポーツにとってまあそういうロゴだったりとかユニフォームのかっこよさみたいなものとか、まあ、なんかその活動するスタンスのかっこよさももちろんそうだけど、そういうやっぱビジュアルとかそういうところもすごく大事にしてくれてるっていうのは、うん、なんか本当にこれからは引っ張っていく必要な感覚なんじゃないかなって思います。いやいやいや、そう、本当ね、何もないのに乗っかってくれる乗っかってくれたから本当に良かったけど、だからめっちゃロゴとかもあのこれなんですけど世界中で好評でした、いないからこんなのこんなロゴ掲げてるバスケチームいないから、街中で通ってこうホテルに帰っていくとかもあるんですけど、かっこいいねみたいなのとか、他のチームの選手はね、ズーズみたいなユニフォーム作ってくれって協会に言ってくれたりとか。ズーズってどういう意味なんですか。あ、ズーズはですねズーズはですね、あのズーって動物園だと思うんですけど、ズーの部分は古代ギリシャ語のゾイオンっていうところから来てて、それはなんか生命体とか生きてるとかそういう意味を持つらしくて、そこに複数形の S をつけてズーズなんですけど、なんかこういろんな人生があって、なんかそういう多様な人生が集まることでより豊かになる、そんなこうコミュニティというか組織を作っていきたいなってっていう思いです。女性を取り巻くスポーツの環境をリデザインしていくっていうのがズーズのミッションとして掲げてるんですね。大きい視点で、スポーツとなんかこう人生みたいなのをなんていうのかな、もうちょっとこう近づけたいみたいな気持ちもあって、必ずしもその世界に挑戦するとかトップトップの競技のバスケだけがバスケじゃないと思ってて、本当にこうライフスタイル寄りのバスケのコミュニティだったりとかもやってたりするんですけど、なんかそれぞれのライフステージだったりライフスタイルに合ったスポーツの取り組み方向き合い方みたいなのをこう提案していけたらいいなっていうか体現していけたらいいなっていうふうに思ってます。だからこそこういうクリエイティブの力が大事なんですはいはい、じゃん。なんと選択肢はみんなのもの、選択は自分だけのものです。おー、なるほど。これはどういうことですか。選択肢は
世の中に多分たくさんあるし、たくさん作れるし、たくさん見つけられるし、それはなんか誰かをこう排除するものではない、誰にでも選択肢があっていいと思うし、なんか誰のみんなのものだと思う、いろんな選択肢とか可能性って。なんですけど、あのその先の選択っていうのはやっぱり自分にしかできないものだなって思うので、たくさんの選択肢をなんか世界中のみんなとシェアしながら、選択っていうのは自分にしかできないことだって思いながら進んでほしいなって思います。ピボッター。